はい、ここではですね、USB でつなげるタイプではなく、MIDI インターフェースを使って接続するタイプの方法をご紹介したいと思います。まずこの場合、必ず MIDI インターフェースというものを使用します。そしてこの考え方なんですけども、これ Mac があります。そしてここにですね、鍵盤があると。Mac はですね、MIDI 端子が付いていませんので、こういう接続ができません。USB タイプですとこれが可能なんですけども、この間にですね、インターフェースというものを挟みます。こう図にしてみると簡単で、まず鍵盤の MIDI 端子をこの MIDI インターフェースに挿します。そして MIDI インターフェースを USB で Mac につなぐことによって、この鍵盤を認識させられるといった形ですね。そしてこの MIDI インターフェースを Mac へ認識させるには、その製品のドライバーをインストールしなくてはいけません。大抵の場合でメーカー名、そしてこの製品名、そしてドライバーという言葉。この言葉で検索をかけていただければ、大抵上位に表示されます。これをクリックしていただくとこんな感じにページに飛びます。ここでは Mac を使用していますので、これですね、最新のドライバーが出てます。あとはこれをダウンロードしてインストールすれば OK といった形ですね。ダウンロードがこのように終わりました。ダブルクリックで回答を行って、これをですね、開くといった形ですね。これがインストーラーになってますんで、ダブルクリックで進めていきます。すべての製品ではないんですけども、このようにですね、ドライバーをインストールすると再起動が必要な場合があります。それでは進めてみましょう。このような画面が出ましたら一度再起動を入れます。そして再起動から戻った後はですね、コマンドシフト U を押してください。こういった形になります。そしてオーディオMIDI設定というものを開いていただきますね。このような画面が表示されます。そして上メニューからウィンドウのこのMIDI ウィンドウ表示ですね。こちらを選択するとですね、先ほどインストールしたインターフェースが出てます。で、これで終わりじゃないところがちょっと大変なんですけども、この部分、装置を追加ですね。これ装置というのは鍵盤のことになりますね。使いたいMIDIキーボードを追加すると。こんな感じで新しいものが出てきます。そしてこれダブルクリックで名前を付けることができます。今ですね、それではキーボードと、キーと打っておきましょう。この製造元というところをクリックしていただくとメーカーが出てますので、もしこの中にですね、該当するメーカーがあった場合はそれを使用していくといいと思います。それでは今ちょっと例でやってみましょう。まずローランドの、そして機種ですね、A33 といった形。そしてその下、送信受信なんですけども、これもですね、機種によるんですけども、基本的に送信受信16つけておいて大丈夫かと思います。このまま適用してください。名前がですね、付けたものと一緒になります。で、この後にですね、この MIDI インターフェースと MIDI キーボードをつなぐと。ドラッグして、互いをつなげてください。そしてもちろんですね、実際の MIDI インターフェースと MIDI キーボードを同じように接続していただければ OK といった形となりますね。これでですね、無事 MIDI キーボードでロジックを使用することができます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。